おはよう。新庄くんだよ。今回は、任天堂スイッチのスイッチオンラインで遊べる、スーパーファミコン星のカービィスーパーデラックスの刹那の見切りで遊んでみるよ。これはワンボタンで遊べるミニゲームなんだけど、チキンレースみたいな感じですごく面白そうなんだよ。YouTube でプロゲーマーの人たちが楽しそうにやってるのを見て、新庄くんもやってみたくなったから今日は試しに遊んでみるよ。それじゃあ早速やってくよ。スイッチオンラインではスーパーファミコンのゲームがいろいろ遊べるよ。でもスト2はないみたいだよ。これから追加されるのかな？今日は星のカービィをやるよ。わ、カービィだよ。なんか星に乗ってる。新庄くんも乗りたい。新庄くんこのゲーム最初からやるんだけど、いきなりミニゲームで遊べるのいいねー。これが刹那の見切りだよ。まず一人で遊んでみるよ。難易度は一番優しいやつ。相手はワドルブーちゃんだよ。びっくりマークが出たらボタンを押すんだよ。あ、やったー。新庄くん13フレームで反応してボタンを押してるみたいだよ。次はウィリーちゃん。やったー。14フレームだねー。次はコック川崎ちゃん。あ、ちょっと反応遅れたかな。うわぁ、12フレーム。新庄くんすごくない？あ、デデデちゃんだ。痛い。安定して12、13フレーム出すの難しいねー。次は難易度を一つ上げてやってみるよ。ドキドキ。おお、13フレームで押せてるねー。難易度一つ上がってるけど、デデデちゃんまでいけるかな。あ、14フレーム。なんか13と14フレームを行ったり来たりしてるね。ね。コック川崎ちゃんも倒すよ。いい感じ。あ、デデデちゃん出た。こんなん無理やん。12フレームでボタン押さないと倒せないっぽいねー。最後は難易度を難しいにしてやってみるよ。よしよし。この辺は楽勝だよ。いいねー。12フレームの攻撃は無理だよー。新庄くん13フレームより早く押せない。もう一回やっていい？
もう一回だけね。ワドルブーちゃんとイリーちゃんは倒せるよ。あ、もしかして14フレームがボーダーかな？あ、また相打ち。13フレームで押さないと倒せなさそうだねー。よしよし。いや無理ー。難易度難しいにしたらデデデちゃんまでいけなくなった。じゃあ次はせっかくだから二人で対戦してみるよー。3番勝負で日本選手ねー。相手はスタッフちゃんとだよー。カービィが新庄くんでコック川崎ちゃんがスタッフちゃんだよー。え、スタッフちゃんなかなかやるねー。あ、勝てたけど18フレームだからなんか納得いかないよー。これ勝った方の勝ちだよー。おお、熱い展開。やったー、新庄くんがまず一本先取だよー。試合目。おお、デデデちゃん相手だからなんか緊張するよー。あ、相打ち。スタッフちゃんなかなかやるねー。よしよし。安定の13フレームだよー。これ勝ったら新庄くんの勝ちだよー。え、19フレームだったけどなんか勝てた。スタッフちゃんはなんかボタンの押しにムラがあるっぽいねー。ということで突発で行われた刹那の見切りとなめは新庄くんの勝ちだよー。というわけで今回の動画はここまでだよー。今日は星のカービィスーパーデラックスの刹那の見切りをやってみたよー。これ反射神経を競うゲームなんだけど、12フレーム以下にするのがなかなか難しくて、反射神経を鍛える練習になるかもしれないよ。もしまたやる機会があったら他のキャラちゃんとやってみたいなーって思うよ。新庄くんの YouTube チャンネルではいろんなゲームの動画をアップしてるから、よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。動画にコメントも待ってるよ。それじゃあ新庄くんでした。2021年の動画はこれで最後です。今年もギルティギアやスト5とかのゲームつながりで、新庄くんや須崎氏を知って、須崎のお魚をお取り寄せして食べてくれたゲーマーちゃんや視聴者ちゃん、本当にありがとうございます。今年もあとわずかですが、ふるさと納税まだの人はぜひ須崎氏にお願いします。来年もゲームをやりながら須崎氏のいいところを PR するのでどうぞよろしくお願いします。